ここまで乗り込んできたあなた方の勇気は認めます。でも途上界のヤクザがアジア外で偉そうな態度は良くない。エドさん、信用できねえのはわかるが、今日は戦争しに来たわけじゃねえ。あんたがそっちのボスに直接口を聞ける幹部だと見込んでよ。俺らも命がけで話し合いに来た。話し合いならその懐の銃は必要ないのでは。ここはあんたら中国マフィアの本拠地だからな。あくまでご信用だ。お互いにフェアで行こうや。あなた方途上界の言い分は聞かなくても分かっています。我々マフィアにアジア界で閉じこもっているとでも言うのでしょう。ああ、その代わり今度こそアジア街はあんたらの島だと認める。ボスにはこう伝えてくれ。今後アジア街以外の場所で中国人マフィアが姿を見せたら、うちは容赦なくやらせてもらうとな。ふん。それじゃあ今までは手加減をしてくれていたのですか。ああ、そういうことだ。うちのボスの返事はもう私に託されています。ただ私は日本語下手なのでうまく伝わるか心配でね。まさか、うちの若いもんよりよっぽどうまい日本語だ。そうですか。でもやはりあなたの口からそちらのボスへ、これから起きることをそのままお伝えください。ああ、おい、何する気だ。撃つ気ならさっさと撃たないとね。これが最妖怪ボスからの答えです。中国人が二人もやりやがって、殺してやれ。あいつらが中国マフィアってわけか。お前何見てる。いや別に。気に食わない顔だ。ずいぶん手が早いな。俺が何したってもな。話せ。
秋山か。うん、あれ、え、キリュウさん久しぶりだな。いや、まあその、あ、どうぞ座ってください。見ての通り大したお構いはできませんけど。探したぜ。スカイファイナンスは閉めたんだってな。まあなんでか中国マフィアに目をつけられちゃいましたね。とりあえず休業中です。このままずっと引き下がってるつもりはないんですけど。話は聞いてる。いろいろ大変らしいな、今のカムロ町は。ねえ、町がこんな状態なんで秘書の子も一旦里に返しました。商売上がったりなところにあの子まで危険にさらすわけにはいかないもんで。そうか。でもお前は思ってたより元気そうだ。キリュウさんもようやく出所されたんですね。しかし、なんでまたカムロ町に？お前に会いに来たんだ。お前ならハルカが今どこにいるか知ってるんじゃないかと思ってな。ハルカちゃんが？え、朝顔に戻ってるんじゃないんですか？そうか。お前にも遥の行き先は分からないか。すみません、キリュウさん。せっかく沖縄から来てくれたのにお役に立てなくて。いいんだ。お前の状況も知らずに俺が勝手に押しかけてきた。これからどうします？もう少しカムロ町で遥を知ってる人間がいないか聞き回ってみる。俺も自由が利けば手伝いたいんですけど。いや、無理すんな。あいつら一番後ろのやつはエドって呼ばれてます。最王会のメンバーで俺を探してます。エド、文句言うわけじゃないんですけど、キリュウさん、つけられましたね。あ、目そろした。今日カムロ町に面白い男が現れたと聞いてたが、そいつを追ってきたら秋山さんまで連れたよ。あいつ、お前が逃げ回るほどの相手なのか。まあ、会社畳んで下水に引きこもりたくなる程度のやつです。見違えたな、秋山さん。前からおしゃれだったが、もう私のような凡人には理解できない着こなしだね。そしていちいち尺に触ることを言うんです。秋山さんのお連れの方、なるほど、雑魚じゃ相手にならないわけだ。お前、桐生一馬だね。東条会元4代目会長、二つ名は堂島の竜。日本人ヤクザの英雄だ。我々のリストにも名前が載っている。桐生さん、無所で体なまってないでしょうね。どうだろうな。朝のラジオ体操は欠かさなかった。健康的ですね。哀れだが、極道は死に場所を選べないものだ。二人ともドブに沈むのがいい。Ugh!
連中だ。一人を相手に二人がかりとはな。よく言うよ。そこに倒れてる四人はあんたのお仲間だろう。今日のところは挨拶だけにしておく。だが二人とも必ずまた会うぞ。正直、俺一人で手に負える相手じゃありません。一緒にいたのが桐生さんで助かりましたよ。ああ、それでもピンピンして帰っていきやがった。マフィアってのはあんなのがゴロゴロいるのか。特別な奴だと信じたいですけどね。何にしてもこの隠れ家はもう使えません。外に出ましょう。